ごめん、待った。意外にビール売ってなくて。いや、街を見ていたところだ。はあ、おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか。運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。いい場所だな。ああ、ここいいでしょう。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。気分だ。もうちょっと飲むやろ。買ってくるわ。うん、悪い、気が利くんだな。無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言ってんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何も出てきえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことくらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけやな。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そりゃそうやけど、今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で、自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれる奴だってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にもわからへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと、本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろ。帰るか。え？うん、そうやね。俺はもうちょっとここで星を見てるよ。え？じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろう。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろう。素直に言うことを聞け。そう。
わかった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か。うん。じゃあ明日の朝10時、橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ。ありがとう。